こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。明けましておめでとうございます。で、今回はコンテンポラリーなドラムにシフトするにはどうすればいいかっていう質問がありまして、ちょうど年末にセッションがありまして、それにちょっと年始ですね、年始にセッションがあったんで、その時にこうアマチュアのドラムの人をたくさん見ててですね、すごく思ったのは、シンバルレガートが一定になってしまっていて、それは別に全然構わないんですけど、なんかこうモサイ感じが拭えないのは、どうしてもこう2小節とか1小節単位に表にバスドラが入る傾向にあるんですね。こんな感じですね。僕の教材ではですね、こういう表にバスロ、一応表にバスロが来るっていうのはパラグラフって段落を変えるっていうことなんで、軽めに段落を変えるっていう時は手前に音を入れると申告ありますよ。でも段落変えちゃってるんで、こう会話で言う相槌で言うと「なるほど、分かりました」ぐらいの、それがなんか一言喋るごとに「あ、なるほど、分かりました」「あ、なるほど、分かりました」「そういうわけですね」なるほど、わかりました。そういうわけですね。ってなると、結構相手の話を遮ってる。演奏してて、こうまだギターがどんどん進行してるにもかかわらず、どん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 こうフレーズを止めてるみたいな感じがして、こうそれが結構原因で、もうちょっとコンテンポラリーって言ってるのかもしれないなっていうふうに気づきました。あとはジャック・ディジョネットのようなシンバルレガートにした方がいいと思うんですけど、どうすればいいですか？そうですね、シンバルレガートっていうのは基本的には四分音符で、進んでいくものなので、裏拍はランダムに入れて構わないです。これがこうやって一定に固定されてしまうと、どうしてもこうリズムが一辺倒になる。これが一番加速するリズムなんですけど、その曲の場面展開によっては、シンバルレガートの裏の拍が自由なところに入るっていうのはすごい大事かなと思いますね。こう、あとはシンコペーション取り入れるんだったら、やっぱシンコペーションブックを、なんかをこう普通のレガートと1小節ずつ交代みたいにすると、結構使い勝手は良かったりするんで、こういうのシンバルレガートをずっと練習していくとかすると、シンバルレガートがこうこれに固定されないっていうことなんで、これを固定しないとちょっとモダンな感じには聞こえますね。コンテンポラリーな感じで聞こえます。あとハイハットがずっと24だと、もちろんビワップスイング時代なんかは全然平気なスタイルなんですけど、これもコンテンポラリーになってくると、ハイハットの24がだんだんこう裏拍になる。っていうふうにすると、もっとモダンな感じには聞こえるんですね。もともとはこれ、大阪さんがロイ・ヘインズの、クリニックやってた時に、ロイ・ヘインズが言ってた話で、なんか彼はお金がなくてバスドラ買えなくて、シンバルとこうハイハットとスネアだけでライブやってて、で組み合わせがどうしても、これなんかもう典型的な彼のパターンですけど、こういう組み合わせが増えたんだと。それをトニーが見に来て、トニーが大きいバスドラでやり始めたら、大きいバスドラ使ってこのハイハットの組み合わせやったらトニーになるんだみたいなことを彼は言ってましたね。言ってたそうですね。なので、バスドラの代わりにハイハット、こんな感じで演奏するとモダンなドラムソロになったりとかしますね。実際にトニーの演奏も、本当にバスドラをハイハットに組み替えて、スタートする場所を変な場所から演奏すると、トニーの若い頃のドラムソロすごいそっくりになりますね。だからコピーしてた時に、モダンにするっていうのは適当にやってんじゃなくて、やっぱりもともとあるビバップのものをモダンに聞かせるために音色を変えてやり替えてるんだっていうのをすごい気づいて感心した覚えがありますね。だからアートブレイキーのドラムのソロを、そのままバスドラのやつをハイハートに組み替えたやつをちょっと一拍ずらして始めると、もうそのままトニーのフレーズみたいに聞こえたりするんですね。
でそれをジャック・ディジョネットがもともといろいろ三連なんかのこうエルヴィンのフレーズなんかの組み合わせのバスドラをハイハットに置き換えたみたいな、そんな感じのスタイルで進んでいくので、まずはやっぱりビバップを中心にやっていくんですけど、このさっき一番最初に言ったみたいにビバップのやり方で多分モサイやり方になってしまってるんではないかっていうのが僕の予測ですね。コンテンポラリーというふうに言ってしまったのが、まあ実際に曲によって本当にあのビバップっぽく叩くと、要はあんまりハマらない曲もすごくあるんで、ただ周りがすごくコンテンポラリーやっててもビバップでちゃんとしたビバップの形で叩いても必ずハマるんで、多分そこで問題になってるんではないんではないかな。多分その全部頭拍に、だからまずそのバスドラムを表に踏まないで、これを全部一個半拍前の裏にすると、パラグラフは8小節のところは表でいいんですが、パラグラフに至るまではできる限り足を裏にする、他のものをできるだけ表に置かないようにする。裏に行くとして僕がよくやるのは2拍表だったら、ここで段落が変わる。段落が変わるまでに不用意に段落は一回変えないという、これをするだけで随分コンテンポラリーに対応できるんではないかなっていうのが僕の、ちょっと思ったことでございました。では今年も頑張りましょう。よろしくお願いします。